はい、皆さんこんにちは。はい、アライアンのバイオリン教室の、今日は、ゲストに広島交響楽団の緒方愛子さん、来ていただきました。いろいろ質問があるそうで、あんまりたくさんできなかったんですけど、まあ今日は代表してピッチカートの話ね。ピッチカート何かお困りですか？ソロの勉強をしているときはピッチカートについてあまり向き合ったことはなかったんですけれど、オーケストラに入るとピチカートの奏法で演奏することがたくさんあるので上手になりたいです。ああ、そうですね。私は片手間にギターを弾きますので、右手を動かすのは得意ですね。で、普通は小指に持ってらっしゃるからなかなか動かないですね、指をね、うん、だから指こういうふうに動かすこともありますもんね。それではね、一度そのイタリア奏曲のある部分にピチカートの速いのが出てきますから、これはちょっとやってみましょう。いただきましょうか。はい、これぐらいで。では、ここ一緒に弾いてみましょう。ここは全部持ってても大丈夫ね。はい、では、ワン、ツー、スリー。こんな風なのさせられるんですね。もう一回やってもらっていいですか？もう一回ね。では、もう一回いきましょう。はい、ワン、ツー、スリー。仮に一つちょっと失敗しても、誰か弾いてますから、あんまり責任感じすぎんでも大丈夫ですよね。で、僕今一個弾かなかったんですけど、わからないでしょ。で、で大事なとこさえ弾けばいいですね。それで最後にパンパンパンっていうのがありますね。でこれ一緒にやってみましょうか。ラミラワンツ。でこの時に全部押さえっぱなしでやるとこんな音します。一緒にせーの、タタタって聞こえますね。このカッティングって言って指をすぐ上げてしまいます。ミの音でね、ワンツ。で短くなったでしょ。タンパンパンって聞こえる。これはすごく大事なの。これが弓をこう握ってあげるとかね。それから例えばこう弾いてます、こういうのやりますね。でこれなんかいろいろ中指無理やもんね。時々こうピチカートしすぎて指が痛くなった時は中指でやる時もありますけどね。でも弓をこう持ってそう弾いててすぐまたこうせないかん、こうせないかんっていうのね。どの辺で弾いてますか？指の腹この辺りですよ。そうね、腹というのはなかなか、はい、なんていうかね、湯が沸いてる夜間とか、まあ、あんまりこの頃ないかね、この頃ケトルでやね、だからその熱いもの触ると熱ってなるところで弾くといいですね。そう、だから爪とかはダメですよ。爪はよく切っといてくださいね。爪が弾かないように柔らかいとこね。でこれでいっぺんミの音をこれ弾いてみましょう。せーの。でこの動く方向ですね、右手の。でこれをどっち方向にやるか、時々ねこういう人いますよね。なんか前へこう出す人、これ何のことかよく分かりませんけど、横に弾きます。横に。そう。だから弦をちゃんと、そう、綺麗な音ですね。そう。それで、例えばこんなことしませんよね。あ、今日はよく練習した。ピチカートの練習しないよね。そうなんですね。そうそうそう。だからピチカートのある曲を練習したらいいですね。何がありますかね。あんまりないんですよね。ソロの曲でピチカートってないもんね、あんまり、うん、だからオーケストラだったらピチカートだけの曲はニューイヤーコンサートでね、ピチカートポルカ、せーの、これですね。で次ドーって行くんですけど、指揮者がこんなことするからこの瞬間にってやったんですね。そう、大体ですか、こんな感じで。はい、だから持つこの
状態からこうやった時に楽器のここに当てないように角度をうまく気をつけてね、だから下向きにしてると当たりますよ。少し肘上げてでこう上からね、一辺ドミソドドミソド、あ、上手ですね、はい、音階、あ、そう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 、そういうふうに指先を動かすのも大事、そう、これだから指先を動かさなかったらこうやって肘でやってしまいますから、いわゆるこうスピーカーみたいなね、これこう、こうしないでね、だからそれのピチカート側にね、指を、ありますね、こっちでやってこっちでやって、それをこう、確かスペイン基礎曲の中にやりましたね、はいはいはい、変な難しいねでもピチカート真面目に練習しとかないと、オーケストラでは困りますから、今日はピチカート編でございました。ありがとうございます。はい、また何か質問があったら、これはね、ピチカートの視聴者の皆さんからね、質問を私、尾形さんの方からもありましたから、はい、では、今日はここまででございます、はい、ありがとうございました。これはシングルね、で、指を動かすとこういう風に動かすと、ね、早くできる。これを肘だけでやるとこう。3連符も大事ね。少し爪ちょっと肩触ったりするけど、肩音がせんかったら大丈夫。時々僕ゼロ入れてますけど、構いません、それは。オーケストラではさっきも言いましたけど、誰かが弾いてますから、全責任を負う必要もないけど、大事なところは弾かないからね。